こんにちは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスピエースやっていきたいと思います。今日はですね、ちょっと契約書をまとめて引いていこうかなと思います。なんかもういよいよ本当にね、アニバが来そうなので、その前に契約書ちょっとババッと引いとこうかなと思います。でですね、今日引くのは確率契約書と S ランク契約書ですね。種類ごとに引いていこうと思います。 S ランク 10% が2枚、 S ランク 30% が1枚、 S ランク契約書が2枚かな、合計何枚だ、5枚引いていこうと思います。でね、この交流戦の報酬も引いていくんですが、順位出るかな、あ、出ないや、私2位でした1位の方はね、結構早々に決まっちゃって、ちょっととても追いつけなくて残念でした。2位以下の争いの方が結構いい感じでしたね。タイトルも取れるんじゃないかな。はい、ということで、それはいいとしてやっていきましょう。で、じゃあ S ランク 10% からいこうかな。確かね、2枚、そうそう、このミリマネとチャレンジカップ、この報酬の2枚ですね、引いていこうと思います。 S ランク 10% の過去成績、発表します。過去51回動画で引いてて、6回 S ランク当たってます。51打数6アンダー、打率に直すと1割1分8厘ということで、まあ一応 10% は超えてるみたいな感じです。はい、もうでもね、 10% ってやっぱり 10% なので、あんまりいつ当てたっけなとか、そういうのあんまり覚えてないんですけどね。いきましょう。はい、もう 10% なんで、確率以上当ててるって言っても最後に当てた記憶がちょっとないので、どうかな、燃えないですね。2枚引いてるんだけどな。あー、もうダメっぽいな。誰が来るかな。 A ランク、おー、自チーム来た、いいですね。三上選手、最近 S ランク引いてないな、そろそろまた引きたいですね。はい、あ、いいじゃないですか、岸選手。はい、結構過去にオーダーに入ってた選手が2人来てくれましたね。今ちょっとお腹の音鳴ったんですけど大丈夫かな、マイクが拾ってないことを祈ります。はい、次、S ランク 30% ですね。あった、そうだ、大会のだ、これなんで 30% 手に入れたんだっけなって思ったら、一応そう、大会ね、累計くらいまではやりました。ちょっとね、もうちょっとやりたいんだけど、もう無理かな。はい、ということで、リアタイの大会の S ランク 30% 引いていくんですが、過去成績こちらは43打数の15安打となってます。打率に直すと3割4分9厘、もうほぼ3割5分っていう感じですね。はい、期待できますね。前回もね、当ててるんでね、こっから S ランクなので、まあ連続を期待したいところ、どうですか。そう、結構ね、リアタイ、大会、そうね、まあ、まあまあ試合数やったと思います。うん、なので当たりたいけど、あー厳しいか、今回は確率全外し。はい、殿崎選手ということで応援歌歌いたくなっちゃいますね。はい、まあ、今回は確率3枚とも全外しでしたが、まだあります。 S ランク契約書、ミリマネー累計と、あれですね、交流戦、今回のイベントの累計、この2枚、ちょっとこれ2枚もまとめていっちゃいましょう。引いていきましょう。まあ、シリーズ2が来てくれるといいんですけど、まあ、誰狙いかとかはね、あんまり、あんまり欲張りたくないので、無欲で引きたいので、ちょっと特にそういうのは考えないで、まあ、坂本選手とか欲しいですけどね。はい、まあ、引いていきたいと思います。そう、坂本選手がね、2900でまだオーダー入ってるんで、ちょっとショート、ちょっと新しい選手に変えたいなとは思ってます。さあ、割れたよ、どう。はい、おー、メヒア選手、もう1枚あります、いきます。助っ人来るかな。はいはい、あー、翔さんと、あー、打者が来ましたね。はい、メヒアさんと、ライオンズのメヒアさんですね、と翔さんと、あー、どうかな、ファースト、両方シリーズ1ですね。シリーズ2増えてきたんだけど、まだ引けないですね。シリーズ1だったらちょっと入んないかな、2人ともオーダーには入んないかなといったところです。はい、で今ね、自チーム A ランクが結構溜まってるんですけど、ちょっとこれはね、まだ取っとこうかな、この結果次第で引こうかなって思ったんですけど、まあアニバーサリー引いてからかな、自チーム、まだ期限ありますもんね。まあまあまあ、明日来るんじゃないかと、にまさにね、と言われてるんで、ちょっとそれのためにまだ、ガチャ運、契約書かな、引き運を使わなかったと思っておきたいと思います。はい、ということで、最近ね、契約書結構まとめていくことが多いんですけど、結構それはね、楽しみにして引いてます、私自身ね。あ、歯をね、なんとか維持できました。この前リーグオーダーの紹介の動画出したんですけどあれね、ちょっとそろそろも歯を維持できなくなってきたかなと思ったので、ちょっと維持できてる今のうちにと思って急いでね、オーダー紹介出したんですけど、なんとかね、今週も行けました。ちょっと緑枠はいけなかったんですけど、はい、なんで
でもうちょっと頑張りたいんですけど、アニバーサリー来たらきね、またみんな強くなると思うんで、私も負けずに強化していきたいと思います。ということで今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺でバイバーイ。おつくみ。